皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。私と一緒に星空タイムラプス撮りましょう。成形写真タイムラプスワークショップを開催することにいたしました。そういうサロンとかね、撮影教室とかそういうのやらないんですか、運営しないんですかっていうことを結構言われることが多かったんですが、私自身そういったノウハウもなかったですし、まだそういうことはやるのは早いなと思ってて、まあ今ね、こうコロナとかの感染状況もあったので遠慮してたんですけども、 USB レンズヒーター事務局さんというですね、私が今すごく愛用しているレンズヒーターを製造しているところがあるんですけども、そこの代表の小宮さんという方がですね、一緒にやりませんかというふうに声をかけていただいて、まあ、せっかくの機会なのでやってみようかなと思って企画をしてみることにしました。場所は長野県の高ぼっち高原というところです。標高1600メートルぐらいあるのかな、の広大な土地の中で行います。最初ライブ配信でこのワークショップやるかもってお話しした時にですね、5月22って言ってたんですけど、ちょっと月齢の関係でもっとがっちり星撮りたいっていう意見があったので、1週早めてですね、5月15日の土曜日にしました。天気が悪かったりとか感染状況次第でちょっと開催が難しいってなった場合は翌週の5月22日に変更して、で、まあ、それでもダメだった場合はまたその後企画し直しますということで、ちょっと気長にねやっていこうと思っています。で、高ぼっち高原現地集合開催ということで、参加費用は税込み1万2000円となっております。このワークショップのポイントはですね、現地での撮影だけじゃなくてちゃんとアフターフォローが受けられるっていうところだと思います。ワークショップ自体って結構安いところが多かったんですけども、大体がまあ当日参加だけなんですよね。星の写真とかタイムラプスって撮った後の方が大事じゃないですか。だからそこをちゃんとフォローしたいなと思ったので、当日の撮影、それから撮影後のですねアフターフォロー、マンツーマンのズームミーティングで指導させていただこうかなというふうに考えまして、まあだから実質2日ってことですかね、の分がの料金が1万2000円となっております。もちろん事前にね、こういう機材いりますか、こういうの撮りたいんですけど何やったらいいですかみたいな、まあそういう質問はもちろん事前に受けることは可能なので、事前のフォローもご安心ください。あと料金の中に保険が含まれてます。国内旅行障害保険っていう内容みたいなんですけども、やっぱりその怪我したりとかね、何かあったら困るんで、その保険料もその料金の中に含まれています。当日は USB レンズヒーター事務局さんが温かい飲み物を用意してくれますんで、まあ、ぼちぼち休憩しながらできますよってことと、それから、小宮さんのところで製造しているこのレンズヒーターですね、私が最近愛用しているこのレンズヒーターを一応参加者全員には、お貸し出しできます。それからフィルター関係は、今回フィルターメーカーさんからですね、一部その貸し出し機材、協賛いただけることになってるんですけども、まあ、人数分ね15名分は全部用意できないので体験程度っていう感じですかね。私の機材ちょっとお貸し出ししたりして、今回は複数の人でこう持ち回しっていうんですか、そういうのをやめようと思うんですよ。やっぱり消毒しなきゃいけないですし、感染症対策的によろしくないと思ったので、まあ、その辺はね臨機応変にやらせていただきたいなということでご了承ください。私のですねブログに今回のワークショップの詳細を書いておきます。この動画の概要欄にもそのブログへのリンクを貼っておきますのでご確認ください。応募方法は私のホームページのコンタクトから、メールをください。でその時に、保険に必要な情報ですね、お名前、電話番号、ご住所、生年月日、その4つを記載の上、参加表明をいただければなと。私も旅行会社さんの撮影ツアーとかそういうのはやることはありましたけど、本当に個人でそういうのを企画するっていうのは初めてです。正直ね、どうなるか分かりませんけども、皆さんに新しい技術、それからスキルアップをですね体得していただけるように頑張りたいなと思います。それでは今日の動画はこのワークショップの告知のみになります。ぜひご参加ご検討ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。